こんにちは。中高年の味方、静止です。本日はですね、アマゾンから商品が着きましたので、それを紹介したいと思います。ちょっと箱をお願いします。まあ、いつものアマゾンの箱ですね。アマゾンです。中をですね、ちょっとお願いします。さあ、何が今日は着いたかですね。はい、こちらです。こちらが着きました。ちょっと中を開けてみたいと思います。まあ、この箱にですね、こう入ってますけどね、こういう感じでちょっと開けていきます。まあ、保証書もついてるみたいですね。中をちょっと開けますね。まあ、こういう感じでですね、入ってます。これはですね、ちょっと全部出してますね。ここも出してますね。はい、これが出ました。どっちが上かちょっとすみません、わかりませんけど、ワコム、インツオス、ペンタブですね。これは小さい S サイズになります。これが今日、アマゾンから着きました。すみません。まだ使い方がよくわかりませんけど、一応、こういう方で着きました。あとですね、ペンの方がですね、ペンがこういう感じでありますね。これは、こうして使うんですかね。一応、これがペンですね。それと、これは、無線 LAN じゃなくて有線 LAN でしました。これで繋ぐということですね。それと、これはちょっと待ってくださいね。中が何が入ってるのか。あ、そっちからですね。これはですね、こういう、まあ、取り扱い説明書ですね。で、これが輸送するですね。こういうのが入ってます。これがですね、アマゾンで今回注文しました。ですね、なぜこれを注文するかというとですね、今ちょっと話題になっています、LINE のですね、スタンプ作りに使おうと思ってます。こちらでですね、LINE をスタンプにですね、載せるようにできるようにですね、頑張っていきたいと思います。これは S タイプですから、ちょっと小さいですけど、まあこれで十分大丈夫かと思います。ということで本日はですね、ワコムのウィンツオス S サイズペンタブを紹介しました。これで終わります。